11月一発目の散策。試験は、まだみんな19止まり。あ、これ20なってもちょっと足りんしな。とにかく散策。そうです。何やらこのところ調子が良くないの。眠いというか、なんというか。意識を保っておれんのじゃ。お主も同じであろう。じゃが、かつて経験があるような。わからぬ、わからぬぞ。悩みソティス。あ、支援情報あるんだった。ドゥールメルセデス。ここも全然いいんだけどね。空の神様と土の神様とが喧嘩して生まれたのがラスカーの地なのね。喧嘩というのも、まあそういうことだな。なんだか不思議だわ。ラスカーとは山を隔てているだけなのに、全然違う世界の話みたいで、本当にすっごく面白かったわ。初めて聞くお話ばかりだったし。それはダスカーの神話を語り継ぐ者などもうほとんどいないだろうからな。あら、そうなの？それはダメなことだと思うわ。私、あのね、人が死ぬ時や家が途絶える時も同じだと思うんだけど、本当に国が滅びるのは、その国が人に忘れ去られちゃった時だと思うんだよね。日本の神話もな。だから教科書のセルの禁止にされたらしいな。いろんな人に故郷の話をしてあげるべきだと思うの。お前は変わり者だな。奴らに。あら、そうかしら。ダスカーの民は王国の敵だ。そういう扱いを受け続けてきた。ダスカーの文化や歴史の話を好んで聞くような者などいない。でも私、別にあなたたちに近しい人を殺されたわけでもないし、恨みなんて最初から一つもないんだもの。柔らかいぜ、メルセデス。ねえねえ、それよりドゥドゥ、これってラスカーのお料理かしら。口に合わなかったか。ううん、そんなことないわ。すっごく美味しくてびっくりしてたの。今度私にも作り方を教えてくれないかしら。構わないが、何かと教えてばかりだな。あ、そうね、それは良くないわね。あ、そうだわ、お母様が教えてくれたお茶菓子、あれの作り方でよければ教えられるわ。マルトリッツ家当主が何代もかけて考えた秘密のお菓子なのよ。マルトリッツ家といえば、すでに断絶した帝国の。ええ、私の父のお家なの。私は最後の生き残りというやつね。ならば思い出も深いだろう。そんな大事なものを俺に教えていいのか。ええ、だってあのお家がなくなった今、もし万が一私に何かあったら、そのお菓子はポドラから失われてしまう。人の記憶から忘れ去られてしまうもの。そうか、そういうものか。そう考えると広げていきたいな。よし。まあ、こまごまとしたのがポロポロか。アンナさん。あら、先生、
最近どう？儲かってるかしら？ゆっくりお話ししたいところだけど、こう見えて仕事中なの。ごめんなさいね。これいつものセリフだな。お願いを聞いてくれない？え？聞きたね。今月はマリアンヌ。マリアンヌは黄色。じゃあ誰もおらんな。いらっしゃいませ。ちょっとだけ余裕出てきたな。お金に言うほどたくさんではないけど、盤面遊戯な。こちらでよろし、ありがとうございます。またどうぞ。お、いらっしゃい。じゃ、そこ。じゃ、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 そうだ。じゃ、また来てくれ。門番君。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。ただ、職場のトマシュさんが大修道院を出てから戻られていませんね。以前もしばらくいなくなったことがあるみたいですから大丈夫だと思いますが、一体何をしていらっしゃるんでしょうね。なんだろうね。ああ、先生。落とし物大量。アッシュ。ルミール村の人たち。この犬うるさいんだよな。症状もなんだかちょっと不気味ですし、あの、これはただの直感なんですけど、ただの疫病とはどうしても思えなくて。やっぱりそうなんですか。じゃあ一体この異変は何なんでしょう。ワンワンオが、あ、全開だ。やる気マックス。2人だけか。3人。落とし物があったフレンが満タンか。へえ。あれ、これがおるってことは、これって言ってもた。わらしべ長者会か。剣使うのが今んとこ。まあ後々の予定で、イングリッドだけか。じゃあシャミネーの弓をいただくか。私が働き始めてから4年、5年か。今年が一番忙しいな。4年だ。私が来たのが5年前だぞ。1年くらい誤差だろ。わざわざ言い直すなよシャミア。お前は敵の数さえ4人も5人も同じだと言うからな。ささっと切っちまえば一緒だろうが。と、悪いな、あんたを放置して。ま、忙しいのは間違いない。いくら手があっても足りん。そうだ、あんたあれ持ってないか。あったら欲しいんだ。確かに必要だな。あんた、こいつより私にくれよ。頼んだ。おいおい、私が言い出したんだろ。いくら相棒だからってそいつはひでえ。頼みがある。シャミは声もいいよな。先生。殿下。悪いが、
エーデルガルトと俺の関係はあまり口外しないでもらえると助かる。いや、何かとややこしい話だから。当然だな、ややこしすぎるよな。乗馬の靴と殿下わりかし多いんだよな。砥石も読んだから砥石にしとこうか。そうですね。その手に持っているものを見せてくれ。これは我が輩の求めていた落とし物だけど、今はこんなものしか出せないが、我が輩と交換してくれ、頼む。落とし物勝手に交換。本に切るぞ。それでスカウトが可能なるんだったな。君の活躍には目を見張るものがある。故に我が輩も協力したくてね。どうかね、生徒たちの課題や仕事を我が輩も手伝ってやろう。君の紋章を調べやすくなるかもという理由もなくはないが。うん、ならばいつでも声をかけてくれ。我が輩が手を貸す。 BGM 変わった。なんなら君も我が輩の楽器を手伝ってくれてもいいが。冗談だよ。我が輩が教師1年目の君に迷惑をかけるほど仕事ができないように見えるかね。初めてのスカウトはハンネマン。ここちょっと行きづらいところな。まあ後々にしようか。ねえ、ちょっと待ってちょうだい。あなたが持っているのもしかして。もう落とし物じゃないから、大手を振って。あげれるな。代わりにこれを持って行って。ありがとう。愛しているわ先生。本当に欲しかったの。そんなに簡単に愛を口にしてはダメだぜ。あら先生、その目、もしかして私に頼みが。いいわよ、学級の課題を手伝ってほしいのでしょ。この歌って踊れるマヌエラ先生があなたを楽にしてあげる。気にしなくていいのよ。あなたはまだ教師になりたてでしょ。先輩である私が手伝うのは当たり前のことなんだから。岩ごぼう、岩ごぼういいね。ねえ、どうか。そうね。今節に入ってから殿下が夜更けに外出されているようなのだが、あの方は俺には何も言ってくれん。先生、何か心当たりはないか。ない。そうか、おかしなことを尋ねて悪かったな。間違えたか。近頃は頭痛がひどいとおっしゃっていた。夜は早めに休んでほしいのだが。ジョーロが2だからジョーロにしとこうか。これを。先生図は
一応スカウトしてるけど、まあ戦闘では使わんかな。先生、釣り大会の魚といい、呪術戦の後の食事といい、この修道院で口にする食事はどれもこれも本当に美味しいですね。お前は本当に食べることばかりだな。食べ物好きな女の子かわいいな。私だっていろいろ考えてるもの。明日の食事の献立か。依頼がある。弱えんだよな。今これイングリッド、レオユ、それはフェリクスだった。今フェリクスに話しかけてるんか。フェリクスならまあ探検でゼロはないだろう。本当はこの辺でいいんだけど、乗馬ちゃうかったっけな。ほう、これはいい。50だったな。先生、釣りたいか。この別にそんなことはないわよ。私落とし物ないかね。これは違うよな。それは私の。ありがとうございます。当たった。なくして。イングリッド、お肉あげたくなるな。3あるから1個あげようか。25だけど。感謝します先生。いっぱい食べるんだ。あの微妙なの受けに行くか。風琴的なやつか。頼みを聞く余裕はあるか。これなあ、レベル高い上にこの時の先生剣を練習してねえんだよな。あの教室方面にフレンと誰だ。アネットか。そういえば職番のトモシさん、最近ずっと留守みたいですね。私借りてた本のことでちょっと質問があったのに。ほんとどこに行っちゃったんでしょう。早く戻ってきてくれたらいいんですけど。6か。今日の食事は何だろうな。シルバンアネットいけるか。シルバンアネットいったらメルセデスだけか。じゃあこうしようか。もう分かってますね先生。俺、昔からこれが大好きなんですよ。わあ、私これ大好きなんです。もしかして知ってたんですか先生。で、風呂入るか。まあイングリッドだな。
ダメだな。今回まずそうだ。お、いいぞ。成功。まずはレア様のご機嫌を伺って。傭兵に戻りたいと思うことはありますか？本当ですか？あなたも教師が板についてきましたね。今節の課題もガルグマクの外ルミエル村での活動になります。あなたがアロイスたちと初めて会ったのもルミエル村での出来事でしたね。あれからもう半年以上が過ぎたのですね。時が経つのは本当に早い。まだレア様結婚相手から外れてないけど。ちょちょ、これもな、施設置いてたんちゃうか。落とし物じゃなくて。釣り釣り。ねえ先生、これ拾ったんだけど。あ、ちょうどよかった。あなたの持ってるそれと交換しませんか？先生ありがとう。大事にしますね。今回はスカウトしない。殿下、そうですか。いいの日だったな。どうした？私はちょっとした日課だ。死生人は皆セイロス教にとって重要な人物だと、そろそろ君も学んだと思うが、私は特に聖セスリーンに思い入れがあってね。知ってる。君に頼みがあるのだが。何かようか。操術な。まあやっぱりここは平たくいくか。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。あぶね、飛ぶとこだった。あれ？二つも？はい。じゃあちゃう人か。あら、あらあら、先生素敵なものを持っているのね。ねえ、もし嫌じゃなかったら私のこれと交換してくれないかしら。あら、ありがとう。嬉しいわ。大切にするわね。もうちょっとこの落とし物配ろうかな。邪魔だもんな。
それ私のだわ。ありがとう。よくわかったわね。あ、しまった。もう一個受けるんだったのに。あの先生が持っているそれ、もしよかったら私のこれと交換してもらえないでしょうか。いいぜ。ありがとうございます。その大事にしますので。落とし、これは私の。先生、いいものを持ってますね。特に使う予定もないですよね。僕のこれと交換しましょう。いいですか？いいぜ。いい取引ができましたよ。行ってみたかっただけです。僕の、まったくあとちょっとのところにおったのにな。あいてー。あ、このロードはなんでちょっとだけ遅いんだろうな。依頼したいことがあるのだが。敬愛な。敬愛ってやっぱり付き合うとか恐れ多いんやろうな。あなたがアロイスたちと初めて会ったのもあれからもう。気持ちをただ伝えただけであって。死体申し上げます的なことやな。先生、持ってきてくれたのか。それじゃ私にくれよ。礼は弾むぜ。逆台すらつけにしているお前に礼を弾まれてもな。それより私にくれないか。礼もするぞ。おいおい、言い出したのは私が先だ。こうなったら先生に決めてもらおうか。弓矢が欲しいんです。なんで私じゃねえんだよ。がっかりだ。感謝する。これが礼だ。カトリーヌ、後で貸すからふてくされるな。助かった。銀の弓ゲット。で、スカウトもいけるんか。随分と頑張っているな。何、少し興味を引かれてね。もしよければ手伝ってやろうか。課題や生徒たちの仕事もだ。それじゃこれからよろしく頼む。騎士団の任務がないときはいつでも平気だ。
女性が増えてるけども、私が働き始めてから青の男どもは誰とでも結婚できんのやな。今年が一番忙しいな。4年だ。私が来た1年。お前さあさあ、ま、よ先生、綺麗な顔してなかなかやるもんだね。しかもあんた戦いを引き寄せる星のもとに生まれてるだろ。一緒にいると面白そうだ。あんたの学級の課題手伝ってやるよ。この二人を戦闘で使うかどうか問題な。内定片手に駆けつけるからさ。ちゃんと育てたら当然二人も強いんだけど。イングリッドを回避盾にするつもりやから、シャミネーは入れて弓矢旧兵2枚に貢献してもらうか。よくやってくれた。感謝する。聞きたまえ。おお、見事なものだな。そうなったら、カトリーヌはどうするか。私が働けよ、一、お前はさあさ、ま、助かった。カトリーヌな。私が働き始めてから4、1、お前はさあさ、ま、お、私のだな、これ。ありがとな、水。あの二人な。先生、まあ、あげるあげんは関係なく、落とし物渡しとこうか。全然紋章に。我が輩としたことが。これは先生、ルミール村の件ですね。奇妙な行動を取る村の騎士団の者を代わる代わる派遣して常時警戒を続けてはいるのですが、そもそもの原因が不明なため我々も見守ることしかできません。今回の件、先生はどう思われますか？もしそうなら警戒を強めねばなりません。先生も村に行かれるならご油断なきよう。奇妙な騎士団、そもそもアロイスもスカウトできたっけ。絶対に釣ってみせるぞ。前節の檻に一尾も釣れなかったのだ。今節こそは貴殿もジェラルト殿と全く同じことを言うのか。そういえば貴殿、今節は団長と共に
ルミール村の調査に行くのであろう。いや、貴殿らと再会した日のことがまるで遠い昔の話のように感じるな。あれ、スカウト出んかったか。大物。ねえ、医学と魔導の治療は病気を傷の治す。これも部屋の中に落ちてっちゃうか。私のよ。部屋から取ってきて落とし物あったよっていうのなかなかだよな。斧は3つあげたから、あとはもう拳か。カトリーヌかレア様か。支援情報出てる。レア様だな。見逃しがち。あなたをここに招き入れるのは初めてだったでしょうか。緊張する必要はありません。さあ、もっと近くへいらっしゃい。この部屋にいるのは大司教ではなく、ただのレアなのですから。いい子ですね。あ、ごめんなさい、つい子供扱いしてしまって。あのジェラルトの子供だから他人のような気がしないのですね。あなたはジェラルトから私の話をどんな風に聞いていましたか。それを聞くのか。ちょっと嘘ついていこうか。それは本当ですか。ジェラルトの口からそんな言葉が出るとは思えませんけど、私に対して気遣う必要はないのですよ。それでも嬉しいんだろ。せっかくなので、あなたにも私の知るジェラルトのことを教えましょうか。その様子では彼が修道院にいた頃の話はほとんど聞いていないのでしょう。ジェラルトと出会ったのは彼がまだ若く、ヒゲも生えていない頃でした。とある戦地でセイロス騎士団と共に彼が所属する傭兵団も戦っていました。その時、騎士団に同行していた私をかばって彼は瀕死の重傷を負ってしまったのです。必死に治療した甲斐もあって、ジェラルトは一命を取り留めました。私は彼をガルグマクで療養させ、回復した後に騎士団へ誘ったのです。この話はほとんどしたことがありませんから、大修道院でも知るものはごくわずかですよ。私にとってあなたは命の恩人の子。それと同時に含んだな。いえ、大した話ではありません。私はあなた自身をも信頼しているということ。あなたがこうして私に会いに来てくれるだけで、私の気分も晴れやかになるのですから。そしたらランクも上がったことだし、間違えた。レアに拳を教えてもらうか。あなたがアロイスたちと初めて会ったのもルミ、あれからね。喋った。フレンと喋ってない。こうして先生の学級で皆さんと共に学べて、私は本当に幸せですわ。
一体いつ以来でしょうか。多くの方と触れ合いながら生きるのはもっとずっと子供だった頃を思い出しますわね。フレンは成長はしてるんかな。ずっと前ですわよ。ずっとずっと前ですわ。じんわり成長してるのか。うん、いいな。まあ当然お風呂に入ったイングリッドだろう。弓はもういいんだ。まあこっちを急ぐか。これの次がもうこれでいいんかな。この中は特にドラゴンナイトなんかになるつもりないもんな。まあ、そしたらもうひたすらこれを目指すか。行こう。なかなか飛べんな、ほんと。指導に感謝します。B プラスを目指さなあかんだよな。身についてきたようです。警戒態勢来たけど、警戒態勢だけじゃ割と当たるんだよな。生きていたようでよかったです。そうしたら、まあ、この2人を使わんのは決定。シャミアも、シャミアはもうこれでいいな。で A ある。そしたら育てずに使うか。まあどうやろうか。カトリーヌをどうするか問題な。序盤は使えても後半はな。エピタフもな。ちょっと育てれて使うには、それなら自分の学級の子を育てた方がええような気はするな。1、2、3、4、5、6、7、8、9でシャミアで10。最終12人やっけ。カトリーヌの理学を今から鍛える、苦手なんだよな。ガサシンにするか。ソードマスターな。ソードマスターアサシンとして育てるか。弓ならまだ全然だな。まだ。アサ
身ならワンチャン使い道あるかも。後半ペチペチなるからな、本当に。ちょっとメルセデス急ぐんだよな。せめて B プラスに。もう馬には乗らんからこうだな。で先制軍団は副官としてボス戦で使うかもしれんからこうだな。ハンネマンがいつ使えるようになるのか。で、あとは、よし。で、入ってきた人も飛ぶ必要はないからこれでいいな。カトリーヌちょうど上げたとこだ。なんでレア様はあんたなんかを特別扱いするんだろうな。体格も平凡だし、特別美形でもないし、いやどこにでもいそうな若造じゃん。まあ、あんたが腕のいい傭兵だったってのは疑っちゃいないけどさ。それはシャミアのやつだって同じだ。けど、あんたほど気にかけられてないよな。そもそもだ、騎士団じゃなく教師に抜擢された時点で特例すぎるしな。わからん、レア様のお考えが私には全くもってわからんね。天帝の剣だってちょっと使えたからって簡単に預けていいもんじゃないはずなんだ。伝説の遺産だぞ。そんな大事なもんをあっさりあんたに託すなんて。やっぱりあれか、ジェラルトさんの子供だからか。セイロス騎士団の元団長にしてフォドラで随一の傭兵だもんな。私が入団した頃にはもう抜けてたからよくは知らないけど、強いんだろ。おいおい、あんたが分かってないだけじゃないのか。怪人ジェラルトといや、フォドラで知らない者はいないんだぞ。もしもあんたが単なる親の七光で幅を利かせてんなら納得いかないが、レア様に限ってはそんな理由であんたを優遇はしないはずだ。あんた、なんか隠し事があんだろ。そうじゃなきゃ説明がつかない。逆に隠されてるんだよな。私はあんたを監視してレア様が気に入ってる理由を探る。それが私にも真似できることなら、あんたの真似をすりゃ私も。万が一あくどいことをしてたんならあんたを消せる。それはそれでよしだ。これを全部本人の前で言ってしまうのがカトリーヌのええとこだよな。ええとこかどうかわからんけど。どうよ先生、俺たち結構頑張ったと思うぜ。ええ、珍しくシルバンが成功。
あ、B プラスなったな。以前よりうまくやれるだろう。そうそう。だいぶ慣れてきたわ。スキルの見直し、セナ。ものになってきたかも。さて、そしたら一旦終了だな。